スロバキア情報庁は、スロバキア共和国の情報機関。1993年1月1日の連邦政会賞に伴い、チェコスロバキア連邦法案情報庁の業務を、承継する、共和国政府直属の情報機関として、スロバキア情報庁法に基づき発足した。領土及び、国家主権の侵害、組織犯罪、テロ活動などに関する国内外の、 民間情報収集及び分析を業務とする。長官は共和国大統領が任命し、共和国国民議会特別関西委員会が所管する。機関の活動内容は共和国国民議会及び大統領、首相に対して定期的な報告が義務付けられている。スロバキア共和国にはこのほか安全保障に関わる軍事情報収集。 分析を行う国防省所管の軍事情報庁及び国防軍事情報部と政府の機密情報保護を行う安全保障局があり、いずれも大統領が議長を務める情報収集調整に関するスロバキア共和国保安委員会理事会に所属している。ビロード革命後の1990年に廃止されたチェコスロバキア社会主義共和国の内務省国家。 安全保障対国家保安部の流れを組むが、国家保安部の秘密政治警察業務は、廃止前に、すでに停止されていた。また、国家保安部の旧職員は、廃止時の法律に基づき、現在も公職に就くことを禁止されているため、組織的及び人的面での直接のつながりはない。1990年2月1日に、連邦内務省国家保安部の廃止と所属職員の、 公職追放が行われた後、情報収集業務を承継する連邦内務省第2局が発足した。同課は、間もなく連邦内務省憲法民主主義擁護局に解消し、さらに連邦内務省連邦情報庁に解消した。1991年には内務省から切り離されて連邦法案情報庁に改組され、1992年の 連邦法案情報庁廃止法に基づき同年廃止された。スロバキア情報庁法第2条に基づき以下の活動に関する情報を収集、分析し、スロバキア共和国国民議会、共和国大統領及び関係する政府機関の活動及び政策決定資料として提供する。また犯罪活動や犯罪組織に関する情報を国家警察隊に 提供し、憲法及び法律に違反する行為を抑止するために、必要な場合はそれ以外の政府機関にも、情報を提供する。ブラジミール・ミトロ・ベラデミール・ミトロ・イワン・レクサ、イヴァン・レクサ・ルドルフジアクリドルフ・ザック・ブラジミール・ミトロ・ベラデミール・ミトロ、ラディスラフ・ピットネル・ラディスロフ・ピットナー・ヨゼフ・マガラ・ヨゼフ・マガラ、ありがとうございます。